和風ミートローフを作ります。人参4分の1本、玉ねぎ4分の1個、椎茸2枚、パン粉大さじ2、牛乳大さじ2、砂糖大さじ1、味噌大さじ2、醤油小さじ1、卵1個、30回ほどブンブン引っ張ります。合いびき肉 300g にブンブンした具材を入れ混ぜ合わせます。シリコン型にミートローフの種を入れ、ゆで卵を3つ並べます。再度種をかぶせて表面を平らにします。200度に予熱したオーブンで30分焼いたら完成です。